極日期ってそんなに問題なの？パリの街並みが放射状だから、極日期に似てるって話を聞いたんだけど。ああ、霊夢。韓国では特に敏感な問題なんだぜ。特に2011年のサッカーアジアカップ以来、極日期に対する抗議が激化している。韓国はこれまでに、100件以上の抗議を世界中でしているんだ。しかも、2024年のパリ五輪に対しても問題視する声が出てるんだな。面白い展開になりそうね。詳しく教えてちょうだい。じゃあ早速、韓国のオリンピックボイコットについて見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、2024年のパリオリンピックについて見ていこう。パリでオリンピックが開催されたのは、1900年5月14日から10月28日に1回目、1924年5月4日から7月27日に2回目が行われ、今回の2024年のパリオリンピックは、実に100年ぶり、3回目の開催なんだ。おお、ちょうど100年ぶり。2024年のパリオリンピックは、第33回オリンピック競技大会として、7月26日から8月11日まで開催される予定だぜ。パリのオリンピックでは、何か特別なことはあるの？今回はセーヌ川での開会式が注目されているぞ。セーヌ川は、フランスで2番目の長さで、全長約 780km のフランスを代表とする河川なんだ。そこで、各国の選手団が船で入場行進するという、前例のない形で行われる予定だぜ。船で入場なんて、素敵な演出ね。さらに、パリオリンピックは、サステナブルな大会を目指しているんだ。競技施設の 95% は既存、仮設の施設を利用し、CO2 など廃棄物の排出がない、ゼロエミッション車を大会中に走行させるなど、環境に配慮した取り組みがされる予定だぜ。環境にも優しいオリンピックなのね。そして、パリオリンピック唯一の新種目、ブレイキンが注目されているんだ。ブレイキン？ブレイキンは、ブレイクダンスっていうダンススポーツ競技で、元はアメリカ発祥の、ストリートダンスだったんだぞ。へぇ、ストリートダンスだったのが、オリンピックの種目になるなんてすごいわね。どんな競技なの？1対1から2対2、もしくは大人数のチーム同士が向き合いながら、ダンスバトルを行うことが特徴なんだ。難易度の高いパフォーマンスや、アクロバティックを披露するなど、創造性を競い合うんだぜ。なんだかかっこいいわね。そしてブレイキンの特徴は、他のダンススポーツにはない、音楽担当の DJ と、司会進行の MC がいることなんだな。DJ と MC もセットなのね。しかも、DJ の選曲は、ダンス結果に大きな影響を及ぼすほど、重大な役割を持っているんだぞ。だから、ブレイキンは DJ の実力が試される場でもあるんだ。ダンスで競い合うだけじゃないのか。そして、この種目で注目されているのが、韓国のキム・ホンヨル選手だぜ。今回のパリオリンピックのブレイキン種目で、韓国を代表して出場することが決まっているんだ。そんなすごい選手なの？彼はブレイキンの伝説として知られ、2001年からの国際大会に出場しているベテランなんだぞ。彼は、2023年の杭州アジア大会で銀メダルを獲得して、レッドブル BC1 ワールドファイナルでは、優勝するなど、メダルへの期待が高まっているんだ。ブレイキンの伝説と呼ばれるくらいだし、それは期待されるわけね。韓国はそれ以外にも、メダルが期待される競技が複数あって、これまでのオリンピックでも、成績はかなりいいんだぜ。この躍進は、1988年のソウルオリンピックから、本格的に始まって、このオリンピックで韓国はメダル獲得数で大きな成功を収めたんだ。そうなの？ソウルオリンピックで、韓国はレスリングやアーチェリー、女子ハンドボールなどの種目で、メダルを獲得して、総合4位という結果を残しているんだ。その後のオリンピックでも、高い成績を残しているぞ。総合4位はすごいわね。2012年のロンドンオリンピックでは、韓国は金メダル13個、総合5位という結果を収めたし、2016年のリオデジャネイロオリンピックでも、韓国は金メダル9個、総合8位という結果を残しているんだな。おお、どうしてそんなに強いの？韓国は、アーチェリーやテコンドーでの強さが際立っているんだ。アーチェリーでは、1984年のロサンゼルスオリンピック以来、ほぼ毎回メダルを獲得しているんだぜ。へぇ、なるほどね。ただ、2021年の東京オリンピックでは、韓国は金メダル6個、総合16位という結果で、前回のリオ五輪と比べてメダル数が減少し、特にテコンドーでの不振が、影響していると言われているんだ。それでも悪くない成績に思えるけど、ただ韓国は、
成績は良かったんだが、国際大会で様々な問題を起こしている。まず、1988年のソウルオリンピックについてだが、1981年に韓国は、ソウルオリンピックの開催権を獲得したんだ。これは韓国にとって大きな栄誉だったが、すぐに問題が浮上してしまった。なんですって、当時の韓国政府は、北朝鮮との関係を改善しようとして、南北共同開催を提案したんだ。つまり、韓国と北朝鮮で、共同して開催しようとしたんだな。だが、これは失敗に終わってしまったんだ。そうだったのね。当時の韓国と北朝鮮の関係は、非常に緊迫していて、北朝鮮は、ソウルオリンピックの開催に強く反対し、自国での開催を求めるなど、政治的な駆け引きが続いていた。なるほど、政治的な問題が絡んでいたのね。さらに、南北共同開催に向けた具体的な計画や調整が、うまく進まなかったことも問題だった。共同開催を実現するためには、インフラの整備や競技場の建設、選手や観客の移動など、多くの課題があって、それらをクリアするのは難しかったんだな。確かに、オリンピックを共同で開催するのは大変そう。結局、韓国が単独で開催することとなったんだ。この失敗は、韓国政府の外交努力が不十分だったことを示しているな。そんなことがあったのね。1988年のソウルオリンピックでは、開催後も問題があった。まず、有名なのが焼き鳩事件だな。開会式で放たれた鳩が、聖火台の火で焼かれてしまうという悲劇が起こったんだぜ。ええー、それはかわいそうだわ。飛ばされた鳩のうち何羽かが、聖火台の上に止まったままで、点火の時まで飛び立たなかったんだ。それで、鳩が焼け死んだのではないかとの、指摘が相次いだんだ。そんなことが、組織委員長のパクセジク氏は、鳩は飛び去ったと説明したが、一部報道では鳩が焼け死んだとされ、動物愛護団体から抗議があった。アメリカのタイム誌はこの開会式を、史上最悪と評し、国際的な非難を浴び、韓国にとって大きな恥となってしまったんだぜ。それはやらかしたわね。さらに、ボクシングの試合でも、米国のロイ・ジョーンズ・ジュニア選手と、韓国のパク・シホン選手の試合で、明らかにジョーンズ選手が優勢だったのに、判定でパク選手が勝利したんだ。これは後になって、この試合の審判が5人のうち3人、買収されていたことが判明したんだぜ。買収、それは許されないわ。2018年の平昌オリンピックでも、いくつかのトラブルが発生している。まず、悪天候による競技の中断や延期が相次いだ。特にスノーボードやスキーの競技に影響が出て、秒速5メートル以上の強烈な風が吹き、体感気温では氷点下20度近くの、過酷な環境下での競技の開催になったそうだぞ。氷点下20度以下。最悪、投資してもおかしくない寒さなんだぜ。この環境での大会には、4年間重ねた努力の集大成が、気まぐれな風に左右されすぎる。など批判の声が出たんだな。さらに、食中毒事件が発生した。食中毒、ノロウイルスと見られる食中毒で、約1200人が隔離され、約900名の韓国軍人が導入されたんだ。これは、宿舎の調理用の地下水が汚染されていたことが原因とされている。ええー、それはひどいわね。そして、モバイルチケットの問題もあった。Wi-Fi の接続状況が悪く、観客がチケットを確認できないため、入場が遅れたり、会場がガラガラになることもあったんだ。海外から来るファンにとって、最悪の感染環境と言われているぞ。選手も観戦客も大変な大会だったわね。そして極めつけは、2011年のサッカーアジアカップだ。韓国による、旭日旗への抗議活動の発端となった事件になる。この大会で韓国のサッカー選手、キソンヨン氏が、日本との試合中にゴールを決めた後、猿のようなジェスチャーをしたんだぜ。猿のジェスチャー？このジェスチャーは、人種差別的なものとして大きな問題になったんだ。そうなの？アジアで猿のジェスチャーは、人種差別の象徴として認識されている。この行動はすぐに大きな批判を浴びたんだが、キソンヨン氏はその理由として、観客席に、旭日旗が掲げられていたことを挙げたんだ。つまり、旭日旗が原因だと主張したのね。彼は、旭日旗を見て感情的になったと説明した。ただ韓国では、キソンヨン氏の行動を支持する声が多く上がり、旭日旗に対する反感が一気に広まったんだ。これが韓国国内での、旭日旗に対する抗議を活発化する、きっかけとなってしまったんだな。そんなことになってしまうなんて。その後、韓国政府や民間団体は、
国際社会に対して、旭日旗の使用禁止を求める活動を、活発に行うようになったんだぜ。じゃあ、それ以来ずっと旭日旗に対する抗議が続いているの？2011年の事件をきっかけに、韓国は世界中で旭日旗に対する抗議活動を、展開しているんだ。例えば、国際スポーツ大会や企業の広告など、旭日旗が使われていると見るや、すぐに抗議の声を上げるようになったな。それでパリオリンピックでも問題になったのね。韓国はどうして旭日旗にそんなに反発するの？そんな旭日旗問題の起源は、第二次世界大戦にまで遡る。そもそも旭日旗は、太陽が昇る瞬間を象徴しているんだ。日本では、古来から日の出が新しい始まりや、希望を象徴するものとされてきたんだぜ。だから、旭日旗も新しい始まりや、力強さを表すシンボルとして使われているんだ。それは素晴らしいシンボルじゃない。そして旭日旗は、戦時中の日本軍の象徴として使用されていたんだ。そうなのね。その後も、1954年の自衛隊の発足に伴って、陸上自衛隊において自衛隊旗、海上自衛隊において自衛艦旗として、旭日旗が採用されているんだな。韓国では、この旗が過去の日本の軍国主義を象徴するとして、非常に敏感に反応しているんだぜ。どうして？それってただの日本の象徴じゃない。日本は1905年の第二次日韓協約で、韓国を事実上の保護国として統治していたんだ。また、その5年後の韓国併合で、完全な統治下に置いたんだぞ。へえ、なるほどね。だけど、この統治こそ韓国の経済発展につながっている。経済発展って、というのも、日本は朝鮮半島に当時の韓国の国家財産の 80-85% を残し、明治維新を経て、西洋諸国の概念や法制度を韓国に伝えてたんだ。これらの遺産は日常生活に溶け込み、韓国の経済発展の基盤を、築くことにもつながっている。そうだったのね。にもかかわらず、反日活動は盛んで政治家のキム・ドヒョン氏の活動は、特に大きな影響を与えている。彼は、愛国心を理由にたびたび、日本に対する、抗議活動を行っているんだ。具体的にはどんなことをしているの？福島の原発事故を理由に、東京オリンピックを放射能五輪と呼び、ボイコットを呼びかけたり、さらに、李俊信氏のポスターを使って、愛国心をアピールしたんだ。李俊信氏は日本との戦争で活躍した韓国の英雄で、このポスターを掲げることで、政治的メッセージを発信したんだな。さすがに政治とスポーツは分けてほしいわね。そして、旭日旗問題も再燃してしまった。韓国は旭日旗が戦争の象徴だとして、オリンピックで使用を禁止するように求めたんだ。こうやって、韓国はオリンピックを利用して、政治的なアピールを繰り返しているんだな。オリンピックの度にやめてほしいわね。彼の活動は、国内外で大きな注目を集め、韓国国内では彼の言動が支持されることも多い。しかし、国際的には政治とスポーツを分けるべきだという、批判もあるんだぜ。それはそうよ。韓国は今でも、旭日旗を強く非難していて、パリの街並みが旭日旗に似ているとして、抗議しているんだな。どういうこと？旭日旗は、日本の伝統的なデザインで、日の丸の周囲26本の赤い光線が、放射状に伸びるデザインの旗なんだ。それがパリの街並みに似てるってだけで、抗議しているんだな。それはちょっと無理があるんじゃない？パリの有名な凱旋門を中心に広がる、放射状の通りが旭日旗を連想させる。って言ってるんだ。これにはさすがに、フランスも困惑しているみたいだな。そりゃそうよね。まさか街のデザインまで問題にされるとは。さらに、韓国のメディアもこの問題を大々的に取り上げ、国民の関心を煽っているんだ。しかし、世界中からはそんなことでクレームをつけるのはおかしい。という声が多いんだぜ。やっぱり、他の国から見ても異常なのね。そして、韓国のスポーツ界が近年、弱体化しているんだ。特に球技では、パリオリンピックの出場権を得られなかった競技が多く、伝統的に人気があるハンドボールの女子団体以外は、全滅してしまったんだな。そうなの。それで、常に200人以上の選手が、出場していたにもかかわらず、今回のパリオリンピックでは、22競技に出場する選手全員で、144人しか出場しないんだぜ。これは1976年の、モントリオール大会後に、参加した夏季オリンピックでは最も少ないんだ。それはかなり少ないわね。さらに、IOC にも煙たがられているんだぜ。東京オリンピック閉幕後の10月に、韓国、ソウルで開催する予定だった。
第25回国内オリンピック委員会連合が、突如ギリシャ、アテネで、開催することになったんだ。そうだったの。しかも、大韓体育会が誘致に乗り出していた、2032年南北共同開催の夏季オリンピックも、2月末に豪州、ブリスベンに、決定してしまったんだぞ。それはお気の毒に。こういった問題行動から、もはや韓国は、国際オリンピック委員会に、ボイコットせざるを得ない状況なんだな。追い詰められちゃったわね。しかも、これに対して世界の反応は、歴史的にも文化的にも美しいパリで、騒ぎを起こしてしまうなら出場しなくていい、という話や、それで不参加なんてさらに呆れる、という厳しい反応をされているんだな。世界の反応も厳しい。しかし、実際に韓国は、パリオリンピックに出場できるように懇願していると言われている。特に、韓国政府やスポーツ団体は、国際オリンピック委員会に対して、出場権の確保や条件緩和を求めているんだ。ボイコットせざるを得ない行動をするから、そうなるのよ。韓国のメディアや一部の政治家は、パリオリンピックを通じて、国際的な影響力を高めたいと考えているから、ボイコットは現実的ではないんだな。むしろ出場するために、必死になっている姿が見て取れる。韓国も大変ね。こうした問題行動もあって、韓国はパリオリンピックでも、問題を起こすのではないかと、密かに囁かれている。パチパチパチ。もはや世界中から煙たがられているわ。2024年4月25日、パリオリンピック予選を兼ねた U23 アジアカップの準々決勝で韓国は、優勝候補の一角に据えられていたのに、インドネシアに敗れる波乱が起き、地元メディアからも、ドーハの惨事、韓国サッカー界に黒歴史が刻まれた日だ、と国内からも批判を浴びる始末だ。あらら、どんまいすぎる。さらに、バレーボールも男女ともにパリオリンピックへの切符を逃したことから、全国紙スポーツソウルでは、日本はライバルではなくお手本、凋落する韓国バレー界が羨望の眼差しを向けるわけ、と題した特集記事を掲載した。もはや日本に羨望の眼差しだなんて、韓国も日本を見習えばいいのに、少なくとも、これまでの韓国の行いが今のスポーツ界に現れているのは、言うまでもない。そうだね。まずは、礼儀から学び直してきてもらいたいところだわ。みんなは、韓国の問題行動についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。